少し前から気になっていた。日清最強のドンで絵のそば買ってみた。前はバスケットで税別228円で購入。蓋は一枚閉じなのね。カップヌードルだけが二つのタブなのは腑に落ちない。粉末スープを注いで熱湯入れて5分。あと乗せのかき揚げ投入して食べる。七味は、 後入れ仕様はプラス印象。東京、浅草の老舗やげ堀で特別に調合した特製七味唐辛子とのこと。反対にうどんはやわたや磯五郎で特別に調合した特製柚子七味唐辛子という違いがある。丸ちゃんの赤い狐が七味を後入れしにくくて面倒だったんですよね。 かき揚げの食べ応え感はあり、普段からこのボリュームは欲しい。エビよりも小麦粒の方が多いのはネック。蕎麦の質感は適度。普通のどんベエの蕎麦と比べたら美味しいとは思いますが、超うまいというほどでもないけど、即席麺の蕎麦としては美味しいというところ。 出汁はまあ粉末スープ出しこんなものかという程度。野元堀ぼりとは。東京、戦争時の門前で七味唐辛子を製造販売する商店。会社名は、合資会社中島商店。江戸時代初期から続く老舗。栄養価は、タンパク質 10.0g。 炭水化物 55.7g とともに低い。